鍋&酒。もう食べていいですかね。本日ご紹介する鍋はこちら、静岡おでん。静岡おでんは具材をすべて串に刺し、色の黒いだし汁で煮込み、青のりや魚のだし粉をかけて食べる静岡市の郷土料理。市内では駄菓子屋でも売っているそうで、おやつ代わりに子どもの頃から食べている方が多いんだそうですよ。そしてこちらの静岡の日本酒をプレゼントします。番組の最後にご応募に必要なキーワードを発表します。ぜひ最後までご覧ください。静岡の日本酒はリッチフード、水、酵母を蔵元の巧みな技術で最大限に生かして作られています。河川や富士山、南アルプス等の山々からの伏流水が豊富で、酒造りのための良質な水に恵まれていて、静岡県オリジナルの静岡酵母とともに蔵元にとって心強い味方となっています。それでは早速作っていきましょう。今回の材料はこちらです。静岡おでんに欠かせない牛すじ、はい、こちらは下茹でした牛すじですね。こちらにお醤油を加えて弱火で30分で、こちらの煮汁なんですが、後ほどお出汁として使用するので捨てないで取っておいてください。こちらの牛すじを煮ている間に他の食材の下ごしらえをしていきたいと思います。まずは大根ですね。こちらを煮崩れを防止するために面取りしていきます。こんな感じ。これを両方やってっていただけると大変形の美しい大根に仕上がると思います。十字にちょっと切れ目入れてあげて、味が染みやすいような形で仕上げていってあげると非常に美味しい大根に仕上がると思います。続きましてはこんにゃく。こんにゃくといえば三角というような形で切っていきます。本日ご用意しているこんにゃくなんですが、アク抜きの必要のないこんにゃくをご用意しています。ただ物によってはアク抜きをしなければいけなかったりとかするので、そういうものの場合はしっかりとアクを抜いてあげることを忘れないでご用意してください。おでんといえばみたいな形をやっぱりこう作っているとテンションが上がりますね。楽しくなっています。それこそなんかなんでしょうね、小さいお子さんとかこういう作業好きなんじゃないかなと思うので、一緒にやったら楽しいかなって思いますね。こちら先ほど牛すじを煮込んだ煮汁なんですが、こちらにお砂糖、本みりん、日本酒、お醤油、そしてお塩加えて合わせ調味料を作ってください。そしてこちらの合わせ調味料を入れていきます。そしてこちらを味が染み込むまでじっくりコトコト煮込んでいってください。では早速いただいていきたいと思います。待ちましたよ。静岡おでんといえばこちら、あ、黒はんぺんです。こちらとあとは牛すじですかね、いただいていきたいと思います。こちらにだし粉をかけていただきたいと思います。よだれがやばい。あ、
まりませんね。たまりません。牛すじ、あなたのことも待ってました。いただきます。最高です。飲むしかない日本酒。めちゃくちゃ美味しいです。ふわって包まれた後、飲んだ後のスーって流れていくその涼やかさ、すべらかさ、ちょっと言語化が難しいですが非常に美味しいですね。無敵の組み合わせです。今回ご紹介した静岡おでん、ぜひ静岡の美味しい日本酒と合わせて、できれば缶酒で試していただきたいです。無敵の組み合わせです。この動画を見てくださった方の中から抽選で5名様に静岡の日本酒をプレゼントします。日本酒造組合中央会の公式サイト特設ページでキーワードを入力してご応募ください。キーワードはきれいで丸い酒です。ご応募お待ちしています。篠木流日本酒カクテル、随節をご用意したいと思います。今回はシェイクのスタイルでご用意するんですけれども、まず、自家製の甘酒です。メキシコにオルチャータというライスミルクのようなドリンクがありまして、そちらにちょっと着想を得て酒粕、お水、シナモンスティックとちょっと甘酒の要素を洋に寄せたような感じで作っていますね。こちらと、あとは練乳、コンデンスミルクです。こちらに、オレンジキュラソー、スーパーとかに売ってるやつで全然大丈夫です。そして日本酒、こちらをシェイクして仕立てていきます。では日本酒ですね。こちら30で自家製の甘酒、こちらを15ですね。でオレンジキュラソーを10、最後に練乳、これ10から多くても12ぐらいで収めるとちょうどいいかなと思います。甘いのがお好きな方はもう少し増やしてもいいかもしれませんね。これシェイカーとかがない場合もあると思うんですけど、シェイカーがない場合は最近流行りのプロテインシェイカーみたいなので全然代用効くので。篠木流日本酒カクテル、随節です。食後のデザートにぜひ飲んでいただきたいですね。冷たい甘酒の持つ優しい甘さがオレンジキュラソーと最後に削りかけたレモンのピール、こちらの香りをまとってスッとほどけていきます。ぜひお試しいただきたいです。